部品が入っている説明になります。これは六角って言うんですけど、六角が一つ、それからネジが10本ここに入っているはずですっていうことなので、みんな確認してください。私たちの会社の国を覚えてる人、どこの国の会社の人なんか覚えてくれたっていう。ちなみにスウェーデンって知ってる？本当？あのね、スウェーデンにもたくさん魔女がいるみたいなの、伝説では。で、イースターの前の日にこの魔女たちはみんなで集まってドイツの悪魔に会いに行くんだって。そういう言い伝えがあるの。ドイツの悪魔、ね、そう、ドイツの悪魔って聞くと。そこは6人ですか？はい、2人ずつ。はい、ランチマット。はい、聞いてね、これを。ジャムつけて、あのミートボールとか肉団子食べたことある人？それね、そうですね。そうそう、普通ないでしょ。校舎の端にあってね、授業でもなかなか利用されない図書室だったんですけど、できるだけみんなに使ってほしいな、休み時間なんかも自由に来て本にたくさん触れてほしいなと思って、池谷さんの協力を得てこういうふうにしました。石巻市内どこの学校を見てもこんな図書室ないですよ。